有効だったということなんですね。ちなみにですね、はい、直江兼続の旗印にはやはり、まあ、愛の文字ですね、はい、家紋は六角形の亀甲亀の甲羅に、花菱の印が有力視されています。なるほど。亀は陰陽道で北の方角を守護する玄武と重なりますが、上杉謙信が信仰した毘沙門天も仏教の北の世界の守護神守るということで越後を守るという、はい、ことにつながりが感じられるんじゃないかという。そうなるほど。平成なわけですよね。はい。ということらしいですよ。はい。ではここで郵便からのお知らせです。何だろう。前回もお知らせしましたが、6月4日木曜日。山形県米沢市にある道盛善光寺にて前田慶次404回忌供養祭が執り行われます。関ヶ原の戦いの後に米沢に移り、慶長17年1612年の6月4日に米沢の道盛で没したと言われている前田慶次、その生き様を偲ぶため供養祭には毎年多くの参拝者が訪れているそうです。また米沢周辺には慶次が余生を送ったとされる屋敷無垢庵の跡地や慶次が飲み水として使用していたと言われるため池などファン必見の名所もありますよ。なんか番組でも取材に行くんですよね、この供養祭。誰かが誰だろう、はい、誰が行くのか皆さん会えるかな、足を運んで確かめてみて、はい、はい、次回のラジオドラマも引き続き佐藤平定のお話です。そろそろクライマックスでしょうか、お楽しみに。乳銀プレゼンツ、遊びに真面目な乳銀は考えました。パチンコパチスロメーカーとしてパチンコパチスロ機をリサイクルしリユースするエコロジーな取り組み、その名もエコパチ。エコにも真面目な乳銀です。乳銀レモン月刊コミックでの、それはカボイサー漫画雑誌、北条司エンジェルハートセカンドシーズン、原哲夫、生田の子、小田三郎、信長連、涙あり笑いあり戦いありグルメあり圧倒的な読み応え。ただー